お昼のサーフィンなんですけれども、今日は雨ですなんかお天気悪いから朝みたいな暗さになってますけどで、今日はまたサイズが上がっておりまして、で、こちらは宍喰海岸です。先週宍喰来てすごい加工が楽しかったんで、今日も楽しめるかなと思って、先週はでもミッドで入ったんです。ほんでミッドしか持ってなかったんですけど、すごいロングでやりたい波だったんで、今日こそはと思ってロング持ってきましたで、今日イクミはねセット頭ぐらい入ってるんです。で、まあそんな波、セット入りだしたら結構続きますけど、波待ちの時間もあってなんかいいんかなとか思ってたんですけど、波チェックしたらちょっとやっぱり形が私には無理なようななんかちょっと難しそうな波だったんで、まあ、それやったら宍喰で加工で楽しませていただこうと思って入りますでは、雨の中行ってまいります。加工この間もちょっとやっぱり川が流れてるんで、ちょっとだけ水温が低いんですかね、わかんないんですけど、冷たかったんで今日一応ブーツがまた活躍ですまだやっぱ水温20度ぐらいになってくるまではブーツ一応持ち歩いとかないとこういう時がありますでは行ってまいります、本日もよろしくお願いいたします。で楽しませていただきました。もうちょっとで干潮を迎えるんですけど、あと1時間ちょっとしたら干潮なんですけど、干潮に近づくにつれてちょっとずつ波が上がってきましたね。ほんで波が上がったらすごい形がやっぱり決まってくるんで、もう楽しかったです。この間よりもちょっと多分サイズアップしてるように感じたんですけど、どうなんでしょうか。もう多分今日は結構、この間ちょっと貸し切りの時間とかあったんですけど、今日は割とサーファーさんおられて、で夏なんかもうすごい人気あるんでいっぱいになるんですよ、人。でももうそれぐらいみんなが好きな波、もうみんな大好きな波ですよ。もう本当に楽しいですわ。もうすごいなんか癒される波ですし、かといってなんかこうちょっとこうアクティブに動くこともできますし、いいと思います。これからここにも冬とかも本当に波ないんですけど、これから出てくるシーズンなんでシシカコおすすめでございます。私もここ波あるときはもう率先して入りたいと思います。雨やったんが残念なんですけど、でももう雨降っても寒くないんで、で今日は河口なんで水冷たいかなと思ってブーツちゃんと履いて準備してきたんで寒さはなかったです。では本日は以上でございます。家帰ってちょっとお昼ご飯食べてまた明日に備えたいと思います。それでは以上でございます。ありがとうございました。失礼いたします。さよならです。